私小説や彼の仕事もらわれへんなと書いた女の子の手紙の文字はとがりながら震えているガキのくせにと思うたれ少年たちの目が年を取る 拳の中爪が突き刺さる私本当は目撃してんです昨日電車の駅階段で転がり落ちた子供と突き飛ばした女の嘘はない 驚いてしまって助けもせず叫びもしなかったただ怖くて逃げました私の敵は私です君の歌を戦わない
広島県から来ました18歳高校生シンガーソングライターのジュリです。今日は、高校生最後のステージなので、ぜひたくさんの方に覚えて帰っていただけたらなと思います。そこにSNS の QR コードが貼ってあるので、ぜひ読み取っていただいて調べていただけたらなと思います。よろしくお願いします。友達以上の気持ち胸に閉じ込めてきたけれど、心がもう嘘をつけなくて、親しくさに潜むあなたの想いを確かめる、長い間言えずにいたこと、もしかしたら私と同じだと、偽りはする。
ありがとう。何のために生きていくのか、答えなんてなくていいよ。会いたい人と必要なものを少し守れたら、傘をさせる。